ウェイヨー、どうも、かけまろです。はい、本日なんですけど、深谷さんにドッキリを仕掛けられました。いやだね、びっくりですよ。実は先ほど深谷さんからかけまろにドッキリを仕掛けられまして、で、僕となんちゃん一人ずつドッキリを仕掛けたんですよ、深谷さんが俺らに。で、その内容が、もしも多額な撮影案件が AV 撮影だったら、かけまろはどんな反応するのかっていう、本当に意味わからない企画をやらされました。この動画、神回になってるので、ぜひ皆さん最後まで見てほしいんですけど、いやね、結構これやばいっすよね、深谷さん、うん、これやばい反応してたっすよね。そうっすね。で、深谷さんちょっといいっすか、これ。何、これついてるんですけど、キスマークですよね。いや、あのこれさっきつけられたやつです。いや、違うっすこれなんですけど、今日朝起きたら出てこれ、めっちゃ痒いんすよ。うん、虫刺されっす。マジでみんな、うおー、マジでみんな信じないでください。これキスマークじゃないんですよ、ほんとに。俺キスマークなんてつけないですから、仮にもしそういうことしても。この年で、昔はよくなーちゃんに付き合われてたけど、これマジで本当に指させなんで。深谷さんもあるっすよね、こういうの、たまに。いや、ないっす、ないっす。いや、マジあるんで。本当に指させなんで、みんな、汗もこれ、マジの汗も。よくできるの。マジで信じないでください。キス負けじゃないです。ということで、かけまろ史上結構おもろいランキング上位に入ってくる動画だと思うので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。それでは VTR、どうぞ。かけまる。そうです。ねえ。演武。今日あれっすよね、大事な撮影っすよね。そうっすね。気合がないと緊張してきたな。何にインタビューされるんですか。なんか Z 世代の性に関する。ああ。なんかちょっとそういう地形でだから高いみたいな。そうですね。恋愛とかその性に関する質問みたいな。まあなんか今 Z 世代結婚興味ないみたいな人が結構多いらしいんで、なんかそういうの知りたいんじゃないですか。で、いくらし300万でしたっけ。300。インタビューするだけで。みたいです。すごいな。そんな。え、これ深谷さん持ってきたんですか、案件。いや、なんかビットがなんか新しい取り組みするみたいで、まあ、なんかそれの授業の一つ。で、僕から発信していくみたいな。そうです、そうです。よろしくお願いします。監督の奥村です。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。こちらに。はい、奥村さんですね。はい、これ、今日の衣装なんで。え、あ、これですか。これ着替える感じですかね。あ、今お願いします。あ、これ着替えて。はい、で、そっからインタビューです。あ、もうすぐですか。はい。あ、これか。これ着替えればいいですか。はい、そうです。これいいですか。大丈夫ですよね。大丈夫じゃないですか。服の上から。いや、あの全部脱いでもらって。え、全部脱いで。はい、全部脱ぐんですか。え、もう事故。ありがとうございます。着れました。はいはい、大丈夫ですか。似合うですね。本当ですか。はい、バッチリで。ありがとうございます。何これ、深谷さん。動画でたまに着てるじゃないですか。いや、着てないわ。初めて来たこれ。ラブホリしか着ないんですね、これ。まあ、それ衣装なんで。こういう感じなんだ。楽しみです。じゃあ、早速、大丈夫ですかね。あっ、カメラ回ってるんですか。はい。あ、これに。まあ、これに向かって答えていっていただく形で。はい。お願いします。じゃあ、早速なんですけど、まあ、今回こういう話も受けていただいたっていうことで、女の子は好きですかね。はい。どんなタイプの子が好きですか。それめっちゃ聞かれるんですけど、なんかタイプめっちゃ広くて、女の子だと全員好きですね。そうっすよね。ギャルと清楚の間の顔がいいですね。あ、なんか難しいんですけど。難しいですね。ギャル系も好きだし清楚系も好きなんで、その間の顔が一番いいです。動物っぽい子もいいですね。なんか小動物系の感じとか。元カノさんはタイプの顔でしたか。はい、あ、そうですね。どういうところが好きでした。家庭的でしっかりしてるので、内面が結構良かったんで長続きしましたね。そういう子が狂っちゃうところが好き。そういう話。ん？え？ん？ああ、次行きますか。そう、狂っちゃう時も喧嘩とか全然あったんで。はい。はい、なるほどです。まあ、仲直りの時ほど燃えるみたいな、そういう。うん、
そうですね、結構激しい喧嘩はいっぱいしましたね。俺結構でも攻められるんで、めっちゃかけるくんが攻められる、めっちゃ攻められるんですよ。なんでいつもすぐになんていうんですか、自分からもう謝っちゃうんで、俺はいつも攻められてましたね。ド M ってことですね。どうなんですかね、まあ、どっちかというと多分そっち系かもしれないですね。縛られたりとか、ろうそく垂らされたりとかも全然あり。そういう経験はないです。あ、ないですか。どういう癖をお持ちなんですか、かけるくんは。僕の癖は結構よくおならするとかじゃないですか。そういうなんか癖っていうか。癖癖。あ、夜の感じですか。あ、そっちっすね。そっちの癖はね、何ですかね。いやでも真っ暗よりなんかもう明るい時の方がいいですかね。完全に明るいか、顔見えるぐらい。あ、もう完全にっすね。完全に。なんだもう、あ、朝とかの方がいいっすね、夜より。朝派っすね。朝派。みんな夜の方が多いじゃないですか。そうっすね、朝派っすね。マックス何回戦ぐらい。マックス、でも俺体力ないんで2とかじゃないですかね。2、夜1、朝1。いや、連続です。あ、1日でですか。そうですね、夜から翌朝。だったら4とかいけんじゃないですか。おお、結構体力ありますね。いやいや、そんな1日かけたらね、じゃないですか、奥村さんも。僕はちょっと年齢的にももう2がマックスかなって感じですね。本当ですか。はい、だからこそ今のうちに。はい、はい。まあ、今回こういうお話受けてくれたということで、まあ、こういう動画も普段から見てらっしゃるっていう。どういう動画見ます？僕コモドットさんとかめっちゃ好きで、あとレイクレさんとか。うち YouTube じゃなくてこっち側の動画で。そっち側か。はい。そっち側ってあっち側っすよね。そうですね、あっち側。まあ、こっち側。あっち側なんですよね。でも別になんか、でもなんか素人系とかあんま見ないっすね。見ない。なんかどっちかというと有名な人のやつ見たり。女性が攻めてる方がやっぱいいっすね。まあやっぱどこまで行っても M なんですね。いや、なんていうか見てるのはそうじゃないですかね。どういうところで出会うんですか。やっぱり友達の紹介とか。あとはなんか、僕飲みに行くんですよ、よく。先輩と飲んだり、そういう時に紹介してもらったりとか。そんな感じです。アテンドしてもらうってやつ。よくないな、言い方。芸能人ですね。いやいや、アテンドって言い方よくないよ。なんか、紹介ですよ、紹介。なんか、長続きしたりはしないもんだ。一回きりとも、継続的に。いや、そんな関係持たないんで、わかんないんですけど。だからあんまり、この人と付き合いたいっていうか一緒にいたいなって思う人があんまりいないんですよね。なるほど。あんま深く知れてないので。だから飲み会でもその場じゃないですか。もちろんタイプな顔の子とかいっぱいいましたけど、よく知ってからプレーに移りたいんです。そうですね、そこから前期だっていう。そうですね。でも付き合う前までがもう前期みたいな、付き合ってからが本番みたいな。今日ね、早速、まあ、撮影なんですけど、撮影もあるんですけど、はい、触れていいやつですか、首のあざ。これですか。はい。いや、俺、これキスマークじゃないんですよ。いや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 、違う。これ、今日びっくりした、朝起きて。絶対触れてほしいんだろうなと思って。いや、それこれマジ、深谷さん、これキスマークじゃないですよね。蚊に刺されたんですよ。どうすか。蚊いますよ、みんな。いや、なんか虫刺されて、朝めっちゃ蚊いてたんですよ、朝。起きたら赤くなってて、ちょうどピンポイントで。違う、マジでキスマークなんてつけないですから、この年で。役作りだね。このインタビューのためにつけてきたと。だと思ってました。もうそろそろ撮影かなっていうとこなんですけど、はい、緊張してます。緊張してますか。はい、してる。はい、緊張。撮影ですか。撮影です。あ、また別のなんか。はい、このね、続きすぐまた。あ、別の部屋で。ここで別の部屋です。あ、
あのスタジオがちゃんと組んであるので、はいね、ちょっと水とかもたくさん飲んでおいていただいて、はいはい、そうだな、じゃあ最後に、ね、YouTube 登録者がすごいたくさんいると思うんですけど、はい、女性ファン、男性ファンも含めて、うん、あの見てもらう人に何かメッセージ的なことがあれば、うん、ここでカメラにお願いします。今はもう別れてしまったんですけど、引き続き仲良しなので、その二人のね、なんか関係性とかをもっとね、伝えられたらと思って、二人の病全国へっていうスローガンがあるので、これからも頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい前振りですね。ここからね、別の女の子と取っ組み合うっていうのに、どういうこと、ね、マネージャーさんも半笑いで、え、なになに、じゃあこんな感じでいいですか。でもいいですか。はい、じゃあ僕準備してくるので少々お待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。竹丸、うん、これどういう感じですか。なんか結構ディープなやつですね。え、撮影どういう感じですか。多分アダルトな、大人なビデオ的なやつじゃない。俺が今から、はい、どういうこと、待って、え、影響撮影ですか。そこまでいかないと思うんですけど。え、顔モザイク、顔はモザイクしてくれ、なんか希望出せばしてくれるみたいな。え、で300万とかって、そういうこと。そうですね。あ、AV 撮影込みの300万。なんかこの後、特訓やとか言ってたんで、まあなんかそこまでがっつりはやらないみたいですよ。そのもっと、フレンチの感じでやる。どういうこと。待って、え、俺がそんな案件取ってきたんですか。俺に言ってくださいよ、なんかそれあるの。でも顔も声もなんか変えてくれるんで、そのかけるっていうのは隠せるみたいな。あ、じゃあ名前も変えれるんですか。名前も変えてます。名前はかけるのも名前はかけるか。え、モザイク、声変え、顔もモザイクしてほしいです。体もだけ。あ、もちろん。ちょっと待って、お風呂入れないですか。まあ、入れないと思います。でもいきなり、はい、いや、無理ですよ、お母さん、俺。ちょっと、厚木さんに確認します。いや、内緒で。でも300は、それで300じゃちょっとやる気に出ないけど、なんかやだですよ、自分の感じ。あ、いや、これビット数は結構お金入るんですよ。え、お金入るんですか。はい、はい、いくら入るんですか。ビットが200万ぐらい入るっぽいですよね。で、僕に300入るんですか。はい、トータル500です。え、そこビット100で俺いる。いや、これそれリスクあるんで、そのビットも。ちょっと待って、俺やだ、やっぱ深谷さん緊張するよ。初めてだよ、こんな。ちょっと様子見てきますわ。あ、もうここから密着っすか。密着系でこれから何するんでしょうか。いや、仕事。何の仕事ですか。案件です、撮影の。これ顔出ちゃいますけど大丈夫ですか。あ、そう。あ、何の撮影ですか、そんな。え、何してるんですか、そこで。やってんな、こんな会議室で。あ、やってんな、これ。え、どういうこと。なーちゃんのドッキリは。いや、もしも高額案件がアダルトの撮影だったらいつ気づくのかの検証でした。やるかやらないかみたいな。はい、あっぶねー。でももうやる感じだったじゃん。500万だったら間違いなくやるみたいな温度感でした。あぶねー。え、ちょっと待って、なーちゃん、お、実はこれ夏希さん、あともう15分後ぐらいに来て同じドッキリやるんで、それ見ながらかけるくんモニタリングしてもらうっていう。あ、深谷さんか。そうです、そうです。マジで。なんかお互いに掛け合うじゃないのも結構新しいかなと思って。うわ、だるっ。なんかそんな感じで俺大丈夫かな。でもなんかやりそうな感じで掛けるで。デビューしそうな感じは出てましたけど。いや、しないです、さすがに。いや、俺はしないです。300だったら断ろうと思ってました。いや、やらないつもりです、いくらでも。500でも絶対やらないです。本当ですか。はい、ぶねー。
はい、ということでですね、これからななちゃんに僕がやられたドッキリを仕掛けていくんですけど、結構真面目に真面目なやつですね。もう一度おさらいすると、もしも高額な案件が AV 撮影だったらななちゃんはどうするかっていう検証企画となっております。そのファイ受けていただいて、ありがとうございます。早速なんですけど、これ今回の衣装なんで、着替えてきてください。はい、バスローブです。鉄板なんで、お願いします。で、これ深谷さん上手くて、なんかめっちゃ濁して俺らに前日に連絡してたんですよ。結構もう前からこういうすごい大きな案件があるので、ぜひかけまるにみたいな感じで深谷さんから言われてて、で、その値段が300万円で、300万円ってすごいじゃないですか。果たしてななちゃんはどうなるのか、ぜひ皆さんお楽しみください。いや、僕はね、ちゃんと断ったんで、よかったですけど、楽しみです。お願いします。お願いします。ということで、早速ななちゃんはね、すんなりと受け入れて着替えましたね。お着替えありがとうございます。めっちゃ似合ってます。じゃあ、早速インタビューしていくんですけど、はい、このカメラに向かって答えていく感じでお願いします、はい、どうですか、着替えてみて。ちょっと現実味が湧いてきたかなと思うんですけど。現実味まあ、はい。緊張してます？緊張してます。あ、そうですよね、さすがに。じゃあどうしよう。てか今思えば、このインタビューの仕方ってなんかよくある AV の始まり方やん。なあちゃんはさ、そういうのあんまり詳しくないし、見ないから気づかないと思うんですよ。俺途中からこれ絶対そういうやつやんって思いながらもインタビュー受けてたから、この監督と深谷さんうまいわ。自己紹介お願いします。自己紹介、はい、名前と年齢と3サイズ、はい、3サイズ画数とかもお願いします。カメラに向かって。24歳かけまるチャンネルのなつきです。3サイズは分かんない、測ったことないんですけど、体型的には、キュッキュッボンです。はい。カップ数はちょっと内緒だよね。お願いします。ありがとうございます。なんかもうそういうのにしか見えてこない。始まる前やん、これ。どういうプレイが好きですか？プレイ、はい、それは、そういうことですか？そういう、はい。難しい。愛のあるプレイが好きです。なるほどなるほど、はい、ひねった、SM とかそういうんじゃなくて、本当もう恋人同士みたいな、あ、はい、そういうシチュエーションが好き。はい。自身が経験されてきた中で、これめっちゃ残ってるなっていうプレイはありますか？めっちゃ攻めた。で、これ本当に流れるってことですよね？そうですね、基本的にはもうインタビューから使って、じゃあ本番って感じなんで。本番？うわ、なんだろう。監督がね、踏み込んできましたね。あんま記憶にないな、ね、まだ経験したことないって感じです。あ、それをどんどんこの業界で切り開いていきたいっていう。まあこれからですね。これから。なんでこの今回オファー受けてくれたんですか？いや、まあご利用しで、マネージャーから。マネージャーのご利用しで。はい。こういう業界に興味があったとかではなく？興味はないですけど、まあ新しいこと挑戦した方がいいって言われて。興味ないっていうと、あんまりね、そういう動画も普段見てないっていう感じですか？見ないです。見ない。全くですか？全く見ないです。普通になんかいちいち質問コーナーみたいになってるからね。一人でするときって、まあ、なんか見る人多いのかなってイメージなんですけど、それもあんま見ない。いや、一人でしないです。まず本当にしないですか？いや、本当にしないです。本当ですか？本当にしたことないです。女の子って一人でする人いないのかな？なんかたまにするよって人も聞くんですけど、プロの人がしないらしいっていうのをよく聞くんですけど、それって本当なんですか？あんまりしないんですかね、女の子。僕もあんまりしないんですけど。初めてそれをしたのはいつですか？初めては高3の夏。高3の夏か
どうでした、その時の感想とか。うわ、どうだったかな、痛かったかもしれない。痛かった、はい。気持ちいいなって思うことはなく終わってしまった。いや、そう、最初だけ痛かったって感じです。え、当時、まあ一応高校生って、まあ、ラブホとかも入れない。どこでやってたんですか。家ですね。家、外とかないんですか。外はやったことないです。本当ですか。本当にそういう変わったことはしたことない。この質問を撮影する感じ、そういうの始まる前の感じだけど、奈々ちゃん多分気づいてないんですよね。奈々ちゃん結構アホだからね、こういうの気づかないかな。まあ、YouTube とかインスタとか SNS で活動されてきて、やっぱ自分のことが見られるのは好きなんですか。いや、私はあんまり好きじゃない。緊張する。緊張しちゃう。今回ってでもすごい大勢の人に見られる、難しいところまで見られる感じだと思うんですけど、大丈夫ですか。まあ、ちょっとさらけ出していこうかな、自分を。俺が一番好きっていうのは何ですか。一番好きはメロン。メロン。メロンが好き。メロン。メロン。メロンのどういうところが好きですか。メロンは、メロンって内側と、まあ、丸いんですけど、内側と外側で食感全然違うんですよ。あんまないじゃないですか、そういう果物。はいはいはい。まあ、バナナだったら1本一緒だし、いちごも一緒だし、もうそれが楽しいです。バナナよりメロン。バナナよりメロン。じゃあ最後に、YouTuber のファンの人たちも今回たくさん見てくれると思うんですよ。そうしたファンの方々に何かメッセージがあればよろしくお願いします。この動画をご覧の皆さん、新しいなーちゃん楽しみにしててください。ありがとうございます。じゃあここでインタビューは終わりにしようと思います。ということで質問が終わりました。この後なーちゃんと深井さん2人気になるので、なーちゃんの反応をね、楽しみにしていきたいと思います。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。この後お相手の方が来るので、もう少々ここでお待ちください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。やっぱり理解してないですね、なーちゃんはピュアだから。結構いろいろ聞かれましたね。なんかそっち系の質問。じゃあこんなディープって思わなかったんですけど。まあ確かに。てかお相手の方って何？人、もう一人いる？でもこの後なんかちょっとそういう撮影があるっぽい。どういう撮影？てかバスローブも聞いてないんですけど、マジで。いや僕もそれ聞いてなかったです。絶対嘘じゃん。え、動画撮すとマジで放送事故かもしれない。でもこれかけまるチャンネルじゃないんで、あの顔も声もモザイクして。あ、そうなんだ。で、300万ですからね。どんな闇案件これ。だいぶ闇案件です。ねえ、なんでそんなのやるの。ちょっと待って、マジで。そう、だからかけまるっていうのは出ないけど、その新しいなーちゃんとか最後言っちゃった、言っちゃってるんで、まあ、感づく人は感づくかもみたいな。最悪じゃん、一番。ねえ、やだ、ちょっと無理。てか、お相手って何。無理だよ。そんな追っ始めるみたいな感じではないらしいですよ。その彼氏っていう設定で、なんかいろんなシチュエーションで。写真ですか。ん、どういう。え、マジで無理、どうしよう。ねえ、やだ、赤谷さん逃げたい、マジで。なんか怖かったし、ちょっとインタビューの人。本当ですか。でもメロンのこととかね、ちゃんと言ってたじゃないですか。なんでメロンここでって思ったし。ちょっとマジで無理なんですけど、どうしよう。もう無理ですか、これ。さすがに無理です。金額交渉するとかですかね、プラス、いくらぐらいであればって。顔も名前に出ないわけじゃないですか。いやー、お金の問題。600万とかで交渉してみます。いやだよ。怖いもん、普通に。いや、この企画おもろいな。いや、もう本当に嫌だ。じゃあここまでだったら大丈夫ですか。いや、ここまでもちょっと嫌だよ。だって質問の内容グロすぎるもん。え、でもだって顔も出ないです、声も出ないです。顔も声も出ないのにさ、ファンの方へ一言とか言って、多分なんかそれ見ながら、あの人かなっていうのを想像しながら見る子たちが多いみたいですね。バレるやん、絶対。困ってますね、なーちゃん。ちょっと僕様子見てきますね。ちょっとマジで、あの、無理って言ってください。本当に嫌だ。まあ、家の空気感であればね、嫌だ、無理。もちろん嘘ですよ、皆さん。このビットスターがこういうやつやるっていうのを全部含めて嘘らしいです。
ということで深井さんが退出したので僕がこの後ネタバラシしていきたいと思います。検証結果は、まあ、僕はやらなかった、まず、はい、声撮影を拒否しました。で、なーちゃんも拒否しました。ということで2人揃ってかけまるはこういうね、撮影を拒否したという検証結果になりました。よかったです。ふぅ、よかったよかった。よろしくお願いします。本日僕とよろしくお願いします。なあちゃんなあちゃん、これドッキリでした。もうマジで怖かった。本日の企画は、もしも高額な案件が AV 撮影だったらなあちゃんはどんな反応するの。なる、マジで。検証結果、なあちゃんはデビューすることになりました。ならんわ。おめでとうございます。ちゃんと断ったからね。無理って言ったよね。今なんて断ればいいかなと思ってずっと考えてた。さすがにびっくりした。だってさ、深谷さんそんなこと言わなかった。これ実は俺もやられたんだよね。え、さっき。嘘でしょ。なあちゃんが来る前に俺もやられた。え、どういうこと。俺も深谷さんにやられて、で俺もちゃんと断った。あ、そうなの。え、深谷さんドッキリってこと。これ深谷さんドッキリ。マジで本当に嫌だ。びっくりした。俺も絶対嘘や。断った断った。ガチガチガチ。キスマークついてるよ。そう、びっくりした俺今日。蚊に刺されて。絶対嘘や。ガチガチ虫刺されよ。お前やば、もうやってきた。違う違う、俺すげえ。違う、俺やってないって。吸引系だった。でも俺今日ジョジョに行く。ジョジョに行く。え、もうガッツリ入ってくるから。もうお前やってるやん。ちなみにいくら。400万。うち600万。え、なあちゃんもやってやったの。やってない。おもろいね、検証研究でしたね。深谷さんマジすごいよ、びっくりした俺。ということで、なあちゃん面白いなと思った方はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録、ゲストのツイッターのフォローと、TikTok にもなぜさんもぜひお願いします。てかね、なあちゃんの方が結構ディープだったから、あの監督多分普通にシンプルに聞きたかったなと思う。なあちゃんのことだってちょっとニヤニヤしてた。うちさ、嫌な質問されたときさ、目でこうやって助けてって深谷に言ってたの。深谷はさ、横向いて口笛吹いて怖かったね。じゃあ最後閉めて。こういう動画初めて撮るんですけど、頑張っていきたいと思います。好きな太陽何ですか。です。ニヤニヤ。怖い怖い。なちゃん、お世話してあげてください。一緒に見ようね。一緒に。おい、一緒に行って今。